こんにちは。こんにちは。みさきです。渡辺です。はい、始まりました。みさきの部屋です。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今日は、秋におすすめの紐を使ったヘアアレンジをやっていきたいと思います。はい、またチョップでお送りします。はい、今日はこちらのダイソーさんのスウェードの紐を使っていくんですけれども、紐を探しの方結構いるかなと思うんですけど、こちら、ヘアアレンジコーナーではなくて、手芸コーナーに置いてるので、ぜひお探しの方は探してみてください。はい。はい。はい、それでは、動画、スタンディー！お願いします。まず、ブラシを使って全体を溶かしていきます。32ミリのコテで毛先を外ハネにしていきます。だいたい片方を3等分くらいにして、しっかりと外にハネさせていきます。髪の毛の量が多い人はなるべく小分けにして巻いてあげてください。反対側も同じように巻いていきます。スタイリング剤をつけたらパールが少し緩くなるので、結構きつめに巻いて大丈夫です。オイルを5滴くらい出して、毛先から順にしっかりと表面まで伸ばしていきます。中間から毛先の広がりが収まるくらいしっかりとつけてください。後ろで縦に半分に分けます。耳後ろでもう一度縦に分けます。2つに分けた髪の毛を後ろに持ってきて、サイドの髪の毛を交差させながらねじっていきます。このまま手で持っておきます。反対側も同じように耳後ろで半分に分けます。少し難しいですが片手で分けます。まず後ろの髪の毛を右手に一度渡して、サイドの髪の毛を空いている指にもう一度渡してあげて、後ろの髪の毛だけもう一度左に持ってきます。そして左手で右に渡したサイドの髪の毛を交差させてねじります。両方の髪の毛を合わせてゴムで結んでいきます。トップの部分を少し掴みながらボリュームを出していきます。ねじった部分を4箇所少しずつ引き出していきます。紐の真ん中の部分を持ってゴムの部分に上から当てていきます。そして下から交差させながら
どんどん巻きつけていきます。結ぶ分だけ余しておいて上で結んでいきます。この時に縦結びにならないように気をつけて結んであげてください。少し紐をずらして広げていきます。ゴムは見えないように押さえて引っ張ってあげてください。毛先の方がぐちゃぐちゃになっていたら手ぐしで溶かしてあげて完成です。はい、こんな感じで出来上がりました。はい、今日のポイントは最初にまとめるところです。上ね、はい、上の表面の、はいはいはい、こちらがちょっと難しいかなと、うん、だって片手でも持ちながらやるからね、はい、うんうん、ちょっと難しいですね。なんですけど、うん、この方法が形が頭の形が綺麗に見えるし、うん、より立体感も出る方法なので慣れると簡単にできると思います。なのでなのでなのでなんですけど、はい、なのでなのでなのでしか言えないですね、はい、なのでぜひ一度試してみてください。一度じゃなく何回も練習した方がいいと思います。そうですね、はい、一度じゃないですよ、はい、1回じゃできないかもしれないです、はい、けどやってみてください。はい、はい、お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。どんだけ